はい、こんにちは。号外であります。今日はですね、セント・ジェームズ・ブレイクをしております。うまいんだけど、ちょっと細かく褒めすぎたか。この卵はやっぱ未だに難しいね。うまいんだけど。そのせいもある。まあ、それはそれとして。今日はですね、先日行われましたオフ会でですね、アンケートを取りました。で、そのアンケートのですね、結果いろいろ出ましたので、紹介したいと思います。ですね、いろいろ、質問をやったんですけども、それで集計したものでツイッターの方にも載せたんですが、動画でも紹介しようと思います。まず最初にですね、パイプ外によく吸われるタバコ、クエスチョン1です。1位紙巻き、まあ多いね、 44%。 2位シガー手巻き、 32%。 3位キセル、 24%。 シガリル、 24% という結果になりました。パイプのみが 22% です。シガレットはともかく、やっぱりシガーも一緒に、どっちもやりますっていう人多いですね。という結果でした。で、クエスチョン2、パイプスモーカーアンケート、パイプによく使う規制が何ですか？火関係だね。1位ガスライター、2位マッチ、40%。1位ガスライターが 68%、オイルライターが 24%。複数回答ありですね。やっぱガスライターとマッチ多いですね。で、マッチ結構多いねと思ったね。私もマッチ使う方が結構あります。マッチの方がね、丁寧に火つけられるから便利だね、そういう意味では。クエスチョン3。パイプはスレートとベント、どっちが好きですか？1位ベント、42%。2位ストレート、34%。3位、どっちでも OK、24%。若干ベントが多いですね。うん、私はベントのタイプが好きです。ちなみにベントのタイプのパイプばっかですね、多いのは。あ、今日もベントですけど。次、パイプ仕上げの好み、クエスチョン4。木目のあるスムース 78%、サンドブラストラフティーク 10%、 塗装して木目のお金にスプース 8%、何でもいいという人は 4% でした。スムースが圧倒的に多いです。木目のあるスムース、要はこういうことね、木目のあるスムースが一ちゃん多いという結果になりました。ナンバー5、クエスチョン5。パイプの中でブライヤーが好きな材質はありますか？ブライヤーだけが好きですっていうのは 60% 多いね。メシャムが 24%、 コーンも好きです 20%。でちょっとね、ロンガイじゃない、ちょっと余談で、メープルっていうことで4% 言いますね。やっぱりブライヤーが圧倒的に多いです。ブライヤーが圧倒的に多い。まあ、そうですね。使いやすいし、うまいしね。メイプルが 4% あったのちょっとびっくりかな。そういう意味では。クエスチョン6番。パイプのマウスピースの素材好きなものは？エボナイト1位。2位がアクリルやプラスチック 28%。まあ、大体2つに分かりましたね。うん。俺、あんまり気にしないかな。という感じです。パイプのカーボンはつけますか？7番目に質問ですね。1位少し、ほんのり、1ミリ以下。つけない、もうツルツルにしてますっていう人が 20%。つける、2ミリ程度っていう人が 6% ですね。やっぱり1ミリ以下っていうのが多いですね。実際私もカーボンが多いことに関してはちょっと疑問で、そんな少しあればいいかなぐらいに私も思って捨てます。あくまで私はって話ですけどね。で、次、8番質問。パイプのアクセントで好きなものは？複数回答可能で、ラタキアが 40%、 ペリック 32%、キャベツ 20%、 バーレー 12%、 オーリエント 12%、 ケンタッキー 8%、 何でも 4% ということで、やっぱラタキア、ペリックが人気ですね。うん、私も
あれだね、あのラタキアペリックは好きです。バージニアプラスラタキア、バージニアプラスペリックっていう銘柄が私も多いですね。9番、パイプバームチャッコが好きか、チャッコが好きか。これね、結構分かれてですね、チャッコ、ラタキア含むが 42%、 あ、チャッコじゃない、ムチャッコか。ムチャッコ、あ、チャッコなし。チャッコありが 38%、 どっちもが 20%。 結構分かれましたね。うん。これは面白いですね。これ、もうちょっとどっちかに偏るかなと思ったんですけど、割ときっぱり分かりました。ムチャッコタバコで好きなタイプは10番ですね。バージニアプラスアクセント系が 42%、 ラタキアが 38%、 フルバージニアタイプが 20%、 その他 14%。 ですね、さらに言うとですね、中にはオリエント丹波が好きだという人もいました。ちょっとびっくりだね、オリエント丹波っていうのはね。ラタキアプラスオリエントっていう、まあまさにこうなんていうか、そういうタイプだよねっていう人もいるようです。面白いね、この見てね。11番、チャッコタバコで好きなタイプは、甘い系のビチャッコが 50% で1位、次が甘い系のべったりチャッコで 42%、 爽やか系が 4%、 何でもっていうのが 14% ですね。で最後、自由記載ですね、パイプスモーカーあるある、書いてくださいってやつですね。まず一つ目、パイプは増えるもの、その通りですね。パイプは増えるものです。買うものだけど増えるものです。あとトレードマークになった、なるって、これ確かにね、こういう人いるかもしれないと思う。やっぱ少ないからね、買い負けでもブローする癖がつく、要は吹き戻しね。これわかる。これわかる、俺もわかる。で銘柄が減ってきて悲しい、これそうよ、ほんと最近減ってるからね。ちょっと悲しい部分だよね。あと最後に、ふとした拍子に灰を吹き出すっていうのもありましたね。確かにあるね。私もあります。さっきも言ってましたが、咳した時とかね、ポッとか、クシュって、くしゃみた時に、ブワーって灰飛ばすやつね。そういうのがありますよ。まあ、以上のような結果になりました。なかなか面白いね。やっぱ好みはあれはやっぱり分かれますね。いい意味で。重要なのは、好み等々が分かれた時に、相手の好みを否定してあげないことね。否定しないこと。私はこれが好き、あなたはそれが好き。で、いいわけだね。それがまあ非常に重要なことだね。やっぱり同じファイブタバコ仲間って言っても、傾向は分かれますね。まあだからこそね、それこそたくさん星の数って極端かもしれないけど、本当にすごい種類のパイプタバコがあるわけで、私も友人と似てるところはあるんだけれども、着地点が違うっていうのはやっぱりあって、そこがやっぱ違うんだろうなと思いますね。私は甘いタバコも好きなんですが、どっちかっていうと、ほどほどに甘くてうまみが強いタバコの方が好きなんですよ。なんでそういうタバコの方が多いかな、吸うのは、と思います。バージニアタイプでもね、甘いやつも好きなんですけど、逆に時々ね、甘すぎると思う時があって、イリセットオンゴールデンフレークとか、ラトレーのマリンフレーク、時々ね、俺甘すぎる時があるんですよ。甘すぎて、ちょっと一回休憩しようってパイプ置いちゃう時もあるぐらいで。やっぱりこれみんないろいろあって、いいなっていうふうに思った今日のアンケート結果です、私にとっては。はい。ということで今日は、先日やったオフ会のアンケートの結果ですね、動画にしてみました。では何かご質問、ご意見とあればですね、いつもように下のコメント欄の方にお願いします。では今日はこんなところで動画終わりにしようと思います。ではまた。